ますよ。はい。時間、あ、どうもこんばんは。みゆたんです。はい。少し遅くなりましたが、美女の皆さん、お待たせいたしました。はい。今夜はですね、みゆたんのいい男図鑑、ゲストに、谷くんをお呼びしております。よろしくお願いいたします、谷くお願いん。します。はい。ですね、今夜はですね、ちょっと子煩悩なね、男性ということでね、ちょっと新しいキャラがね、登場でございます。お子さんがね、お二人いて、ね、子供好きっていうことでね、そういう男性をどうですか？皆さん、そういう男性好きな人、赤のいいね、押してみてください。お願いします。今、4人ね、見に来てくださってますね。ありがとうございます。そうなんですか。はい、お待たせしました。皆さんね、もうすぐ入ってきてください。今日もお待ちでしたね。はい。ありがとうございます。はい。ちょっとね、時差というかちょっとあるので、今5名入ってきてるんですが、あ、コメントが入ります。ちょっと読んでいきたいなと思います。ああ、男性の方からこんばんはということでね。はい。なになに、こんばんは。いい男を見に来てましたね。ありがとうございます。はい。はい。今日は、そう、そうなの、谷くんはね、年上妻。6歳もね、年上なんですって、皆さん、どうですか？年上妻って、どんな感じなんでしょうね、男性から見たら。まあ、何にも変わらないのか、まあ、ややなんだろう。年下妻と年上妻と何が違うのかね。そのあたりもちょっと今日は聞いてみたかったりしたいなと思っています。谷くんね、まあ、今、谷くんおいくつでしたっけ？今41です。41 歳。はい。41奥歳。様がね、6個上ということなんですが、何か普通の人と変わりますかって聞いてもちょっと難しいと思うんですけど、なんか年上妻の魅力っていうのをちょっとシェアいただいてもよろしいですか？年上妻の魅力ですか？魅力。準備しなかったから。いきなり聞いた。まあ、甘えるってなんか、何、デレデレする甘え方とかじゃなくて、まあ、好き勝手やらせてもらってるというか、ああ、そっかそっか。遠慮なくわがまま放題というか。なるほど。年上妻が相手だと、男性が甘えられるって意味ですか？そうですね、ある程度やっぱ、すまあ、若いからねみたいな感じで見られるところもあるかもしれないですけども、結構許容はしてくれるかなと思ってますね。ごい。もうしょうがないな、みたいな。そうですね。なんかあいつ年下だし、私が小学6年生の時1年生だし、みたいな、わかんないけど。わかんない。そういうなんか、中1の時小1ですよね。中1の時小1だったら、そんな感じで、なんか固めつぶってくれるんだ、奥さんが。そうですね。はあ。今ね、ちょっとまたね、メッセージが来たのでね、こんばんは、ということでね、こんしずばんくは。さん。なんかね、うちも年下です、だって。しずるさん、ちょっと質問、個人的にね、甘やかしてるの？旦那さんのこと、どう？とか言って。その辺もちょっとお返事ください。はい。ありがとうございます。谷さん、あれ？ちょっと音声が途切れちゃってて今。大手と電話、今ね、固まってました、谷くんが。今ね、また新しいの入りましたね。まなみさんから、みえさん、おはようございます。ということでね、そう、アメリカから来てたりね、今。声が全然こちら聞こえてないですけども。私、聞こえてる。どうし普よ通に聞こえてますか？なんかゴニョゴニョう。はゴニい。ョゴニョになっちゃって。私、バッチリ。こっちはバッあ、チ大丈リ夫でですす。か？あ、今大丈夫ですか？谷くんの、エリアがちょっとプロブレムですね。はい。はい。なんか、一応じゃあね、口パクでわかるかな？わかんないね。あ、今日はね、スペインのバルセロナとね、あとはアメリカからね、もうね、連絡来てるんですスペインよ。のまでは聞こえたんですけど。あ、そっか。バルセロナから。バルセロナから。はい。ごめんなさい。ちょっ大とやっ丈夫ぱかな？ Wi-Fi に変えます。はい。じゃあ、Wi-Fi に変えてください。しずるさんからはね、なんだか許してしまってますね。だって。しずるさんは何歳年下なんですか？ やっぱ許しちゃうんだ、女の子が。女の人なのね。ああ、年やっぱ下そうなんですね。だとね。例えばね、もし相手が年下だったら、こんなことはできなかったけど、やっぱり年上だから良かったってことですよね、それって。まだ聞こえない。大丈夫ですか？大丈夫です。まなみさんからまたね、うちも夫は年下よ、だって。みんな多いですね、年下結夫構やっがぱ年ね。下多いんですね。
多い。やっぱね、若い旦那さんの方が、やっぱ女性も嬉しい。なんか素敵な方がいいじゃない ?10 個上よりね、やっぱ若い旦那と結婚した方がいいわよね。しずるさんが今度ね、今の主人の前はずっと10歳くらい年上ばかりで全く違う感覚。あ、そうですね。やっぱ上の方とつけて今度下になると、やっぱいいですよね。そうそう。なんか来てまた年上だから許せないことが許せちゃう。あ、うんうん。ああ、やっぱあるんですね。うんうん、ね、よかったよかった。ね。やっぱ年下って可愛いってことですよね。また来ましたよ、もう。忙しい今日。もう美女がいっぱい応援に来てます。こんばんは、あやちゃんね。はい、ありがとうございます。まだ何も喋ってないんだけどね。なんかこう、テンション上がりますね。なんかコメントもらうとね。そうですね。どうですか？ね、嬉しいですよね。そう、クリスはね、なんかイケメンなんですよ。ほんとね。なんか笑顔がすごい素敵でね。今日みんな谷くんの顔を見に来ちゃったっていう感じかな。そうなんでね。イケメンです、谷くんね。谷くん一応お仕事は何をしてるか、ちょっとじゃあ、ここの辺で話しましょうか。お仕事は、はい。生命保険の営業してます。はい。ね、保険業ということですね。保険業ですね。はい。ありがとうございます。うん。そう、奥様との馴れ初めをね、ちょっと聞いていきたいなと思ってるんですけど、またなんか、コメントが入ったからコメント入れます。まなみさんから、私は威張りすぎかも。11下です、だって。すごいですね。旦那さんが年下です。すごいね。そっかそっか。ね、すごい。みんななんか、ね、なんていうの、みんなすごい、小悪魔すごいね、そんなに、みんなすごい魅力的なんですね、きっと女性陣ね。男性を手玉に、そんな年下男性を手玉に取るなんて、夢のようですね、まるでね。羨ましい。うちはね、三つ上かな。うちは三つ上ですね。三人とね。じゃあ、そうそう。うん、旦那さんが上ですね、3つね。うんうん。そうそう。職場でね、なんか出会ったということだったんですけども。あ、そうですね。ちょっとね、はい、聞いていきましょうかね。うん。この今の生命保険の仕事に行く前に、信用金庫に行って、うん、銀行みたいなところですね。銀行に行って、で、はい、そこの職場で、一回同じ部署で、2年ぐらいかな、働いてて。うん、はい。で、その時に、いろいろと勉強しないといけない部署だったんですけども、うん、で勉強一緒のタイミングでスタートしたけど、私ちょっと別の場所で集中的に勉強する機会を設けてもらって、うん、やってきて戻ってきた時に今のかみさんに勉強を教える側だったんですかね、うんうんうん、で勉強を教えながらこうやってて、あ、谷君が先生の方だったね。あ、そうですね、はい、あ、はい、うんうん、でそこからその職場内で出会うようになってっていう感じですかね。うん、はい。その教えてるときはなんか元その今の奥様のその奥様になる前の段階なので、その、ええ、なんていうのかしら、ね、向こうから視線を送ってきたとかそんな感じなんですか。そのないです。それは。そうなの。全然そうないですね。はい、だから普通に学びに来てる感じ。あ、そうですね。はい。お金の話とか学びに。何人ぐらいの女性。うん、3人女性がいて、3人に同時に教えてたんで。ああ、なるほどね。1対1ではなかったんですよね。はい。なるほど。はい。うんうん。で、どんな風にしてそのデートになってたんですか？発展してたんですか？デートになったのは、もうたまたま、はい、私の知り合いに、車の、パーツショップに勤めてる人がいて、はい。で、その時にたまたまかみさんが車事故して、買い替えないといけなくなって、はい、で、車買い替えるって話があった時に、みんなナビ、当時まだナビみんなついてるってわけじゃなかったんで、なんかナビみんなついてるのとか、そんな話をしてて、で、あ、ナビ買うんだったら、つけるんだ、つけた方がいいんじゃないって言いながら、で、つけるんだったら知り合いにそういう人いるから、多分安くしてくれるよっていう話をしてたら、実際車買い替えるときにナビ欲しいから一緒に行ってほしいって言われて、うん、一緒についてその彼のところに、あ、そうですそうです、はい、あ、付き添いでね、バーナビ買いに行く、はい、うんうん、買い物の付き添いをしたっていうのが初めて職場以外だったときかな、うんうん、
そのお友達を紹介するのについてったってことですね。あ、そうです、そうです。はい。うん、あ、はい。その日はなんか、お茶かなんかしたんですか？その日、いや、食事したりなかったかな？食事した。確か、うん。あの、何時間かかけて、ナビ交渉してとかいろいろ決めたもんで、うん、時間かけて悪かったかなって言って、あ、食事して、はい、うん。からですね。で、今日はありがとうって言って、彼女がご馳走してくれたのかしら。あ、そうです、そうです。そんな感じ。で、なんかもちろんね、年下の谷君、頼りになるわ、みたいな感じで。やっぱ男性じゃないと、車のこと私わかんないの、みたいな、そんな感じかな。そうですかね。私、一緒にいて、はい、ちょっとこの人のナビ、うん、あの安くしてあげてよって言っただけなんですけど。あ、そっか、うんね。だけど、まあ、あの選ぶのかも、いろいろ付き合ったりとかしてたんですけど。うんうん。あの、それから、うん、お付き合いになって、なんかどちらからお付き合いしてくださいっておっしゃられたんですか？言ったのは私からですね。あ、何がきっかけで、うん、何がきっかけでこの人いいなと思ったんでしょうか？なんだろうな、何っていうこの決め手みたいなのはないんですけど、うん、はいはい、だけどなんかその時に一緒に食事して、うん、まあ、結構楽しくて、はい、うん、でなんかそこからトントン拍子で、またご飯行こうかとか、飲みに行こうかとか、うん、居心地が良かった。テニスやってて、うんうん、あの神さんもテニスやってたんで、あ、テニス、はい、で、うん、一緒にテニスやろうかって話もなったりだとか、へ、なんか結構プライベートで、うん、本当毎週のようになんか遊んだり、仕事帰りに食事行ったりだとか、うんうん、出て、すごい、うんうん、え、その時あの何ですかね、あの、どんな部分が心地よか、居心地よかったんですか？多分居心地よかったんですよね、彼女が。すごく甘えやりやかったというか、そのなんか素で入れたんでしょうかね、なんか谷君が。あ、そうですね。はい。うんうん。どんな部分がなんかこう、自分らしく入れたんでしょうか？ああ。うん。これ、年上だからとか関係あるとかわかんないですけど、本当になんかありのままで別に、全然あの、うん、うん、何、気取ることもなく、見え張ることもなく。うん、あ、はい、うんうん、なんか入れたのかなっていうところありましたね、うんうん、なるほどね、あんまり意識せずカッコつける必要もなく、いつものご自分で入れたっていう感じが良かったんですね。あ、そうですね、はい、あ、はい、向こうの、あのお相手の方もそんな感じだったんですか？あ、ごめんなさい、ちょっとまた音が、あの奥様の方も同じような印象でした？なんかいつも同じなんか素で入れた、そうですね、はい、うんうん、なんか全然自然に入れたかなっていうんで、ワイ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 やって。あ、はい、ええ。なんか、まなみさんが楽しく時間を過ごすことって書いてくれて、なんか質問しましたか、忘れちゃった、私。いいですね。あ、でもちゃんと聞いてね、みんな見てます。今、6人入ってくださってますね。あ、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ね、みんなあのコメント嬉しいです。本当ね、あの遠慮なくね、あの、谷君に質問がある方もされてくださいね。お願いします。で、まあ、そういう神のいたずらでね、こう、カーナビを買いに行ったところから、ね、二人の愛が、ちょっとずつ火がついたというところかなと思うんですけども、まあ、現在は結婚して、あれ、どれぐらい経つんですか、もう。今、11年。うん。11年。はい。はい。うん。なんか、女の子がお二人でしたっけ？あ、そうですね。うん。なんか、めちゃめちゃ可愛いとか。うん。あ、もう、可愛くてしょうがないです。ね、女の子だし特にってなると思うんですが、はい、ね、あの、子供の話するときの、そのなんか、谷くんの顔がいつも、にゃーってなって、なんか、ふにゃふにゃってなってる。ふにゃふにゃってなってるのを見ると、なんか、本当に好きなんだろうなと思ってね、本当、微笑ましいんですけど、あの、お嬢さんはもうね、あの、小2と小5ということだったんですが、はい、どんな話するんですか？まだ話噛み合ってますか？大丈夫ですか？あ、全然噛み合ってるし、一緒に買い物行くと、上の子も5年生だけど、はい、あの、外でも手つないで歩いたりだとか。あ、誰と手つなぐ？お父さんと？あ、私と、はい。あら、奥さんは？その時、多分、あの、かみさんと下の子が手つないでます。あ、そっかそっかそっか。でも、4人で手つないじゃうと、ちょっと道塞いじゃうからね。あの、2人でね。そっかそっか。またね、お二人。はい、ね、今、エリカさんからもね、こんばんはって来ましたね。なるほどね、いいですね。じゃあ、いつもなんか、何あの、二人ともデート気分なのかしら、お子さんもね。パパとデートみたいな感じかな。そうですね、あ、そうなんだ、はい。パパとデートみたいな。なんか、ウキウキしてる感じ、向こうも。ウキウキはしてくれてますね。だから、休みの日も、家にいると、一緒にバドミントンやりたいとか言って。ああ、遊ぼう遊ぼうって来るんだ。へえ。ちょっと遊んでます。なんか、体に登ってきたり。
ごめんなさい、また音が途切れちゃった。あの、体の上にこう登ってきたりとかするんですか？あ、もう全然それはありますね。はい、もうそんな感じね。もうあの、うん、ベタベタしてくる感じね。うんうん。でもそんなにね、あの、お二人がなんかベタベタ、子供が来たら、お二人がベタベタ。ごめんなさい、全く聞こえない。あ、すいません、そんなんばっかり。いえいえ。今はどうですか？今、まだダメ？あ、今大丈夫です。今大丈夫。あの、女の子が二人ね、うん、だん、あの、パパを占領してるから、奥様はどうなのかしら？奥様は夜になるの待ってるのかしらね？あ、でも、うん、子供、うん、なんか4人一緒にいるとかいいんですかね？子供たちこっちに来ながら、神さんも入ってくると、こっちから神さんの方に行ってとか。ああ、そうか、じゃあ、いつも4人で遊んでるし、子供たち2人で遊ぶときは遊んでるし、っていう感じで。うんうん。ああ、いいですね。4人行動で。なんか、今8人も来てますね、8人も。ありがとうございます、皆さんね。ありがとうございます。あの、なんか、キャンプにも行かれるんでしたっけ？なんか、あ、キャンプも大好きですね。うん。はい、なんか、キャンプの時はなんか全部やるとかおっしゃってましたけど、どんなことやるんですか？ほんと全部やりますね。テントの設営から、ご飯作って、うん、夜になったら焚き火やって、うん、ああいいですね、はい、あとは子供たちと遊んで、うん、遊んで、うんうん、キャンプはどんなところに行かれるんですか？なんかお近くにあるんですか、キャンプ場が？キャンプ場、そうですね、近く、うん、でも車で1時間か2時間かぐらいですかね、うんうん、あ、2つかあるんでいろんなところ行って、うんうん、はい、お泊りで行くんですか、週末に？お泊りで、はい、1泊か2泊かぐらいして、うんうん、うんうん、なんか今、日本でキャンプって言うと何を焼いたり食べたりするんですか？一番多いのは、うん、あの、はい、ローストチキンは子供たち食べたいっていうんで。え、ローストするんですか？できたやつじゃなくて、向こうで。向こうで、はい。鶏肉買ってって、鶏肉と野菜、はい、玉ねぎとか人参とか、じゃがいもとかを。はい。お腹に食べて？はい。うん。あ、お腹に入れますよね、こうなんかね。あ、お腹に詰める、あの、一羽の丸鶏買ってくればいいんですけど、あの、もも肉を2枚買ってきて、それを。あ、はい。あ、そっか。もものが食べたいって言うから。あ、そっか、そっか。はい。え、じゃあ、それを何、あの、キャンプファイヤーの日のお鍋の中で、ロースト状態にするってことですか？はい、ダチョウ分の中に突っ込んで。うんうん。じゃ、大きな、こう、こういう、大きな業務用の、そういう、なんか業務用だけど、テント用の持ってるんですか？あ、そうですね。はい。業務、あの、本当に家庭の大きさ、でも10インチなんで。へぇ、あ、そうですかね。うんうん。なんかこういうなんか、蓋があるやつかな、お金で。あ、そうです、そうです。はい。オーブンできるやつ。ああ、はい、はい。で、ローストチキンは結構食べたいっていうから、それやったり。美味しいですよね、外で、そんなね。あ、美味しいですね。ローストしたらね、なんか、ねえ、いいですよね。へぇ。あとは、かじって。あの、パン生地こねてって、パン生地焼くだけにしといて、はい。で、向こうでパン焼いて、焼きたてのパン食べたりとか。え、あの、何ですか、あの、あの、イースト入れて、イースト入れて、こねて持ってくんですか。こねて、すごい、はい。冷凍させて、うん。で、ここで解凍しながら、二次発酵させて、うん、それを焼いて食べると、焼きたてパンになるとか。それはあの、焚き火で焼くんですか？焚き火で焼いて食べるんですか？ポットかなんか入れて。ダッチオープンの中にパン入れて。うんうんうん。けど、火は、あの、焚き火とか炭火とかですね。ね、すごい。美味しそう。それは本当美味しいですよね。うん。あ、ケコさん、こんばんは。ね、すごい美味しそう。今またまあね、斜めいらっしゃってますね。みんな見に来ちゃってね、すごい大人気。でも本当ね、なんかそういう、なんだろう、凝ったことするんですね。あの、こちら、オーストラリアはまあね、あの、あれやりますよ、ね。こういう、なんていうの、お肉の丸焼きみたいなんかこう、ももとか、ハムのものを、ラムとかをこう、キュッてこう、こういうスキューワーして、くるくる回すこういうマシンがあってね。多分ラムは5、6時間だったかな。なんかすごい長いんですよ。食べたいなと思って、出来上がるのに5、6時間かかるかなんかで、みんななんか、他のもの食べて待ってないで。でもまあそれはそれで、いつか焼けたら、なんかそう、なんか、また食べるし、多分、なんか他の肉はもっと早いのかな、ちょっと私もよくわかんないですね。でも、ビーフとかも、なんかこれ、あの、豚かなわかんない。なんか、最近やってないから忘れましたけど、なんか、はい。なんか、そんな感じかな。それ食べるの大変なんていうの、待ってるのがね、作ってね、できるまで。でも、ほぼほぼオーストラリア人はソーセージかな。ソーセージとか、ラムチョップとか、
あの、うん、あとはビーフステーキとか、だいたいいろんな3種類ぐらいのお肉を焼いて、あとエビかな？プローンをね、焼いて、なんかこう剥いて食べる感じかな。うん、あとはマッシュルームとか。肉はラム肉多いんですか？ラムね、大好きなんですよね、オーストラリア人は。だから、うちも、ラムチョップっていう、この骨付きのこうラムチョップか、こういうなんか、ま、なんか四角い形になってるやつ。どういう部位かわかんないんだけど、2種類大体あるんですけど、あとは、大きなこのラムのこう塊肉っていうのもよくクックしますね、オーブンで。だから、なんか、結構食べますね。でも、あんま私そんなに食べたくないけど、時々食べると、やっぱ、あ、なんかやっぱ、時々食べるのが美味しいぐらいかな。そうそう。そんなに、なんか、でもうちは我が家はほとんど毎日肉なので、今日はビーフ食べました。うん。だから、なんだろう。うん。毎日お肉と、まあ、サラダ。そんな感じかな。我が家はね、簡単クッキングです、いつも。何かいつも肉が違うだけなんで、大概ね。肉は肉なんですね。肉は肉、大体ハンドルのお肉で、あとはお野菜っていう感じかな、いつもね。そうそう。うん、かいい感じのダイエットメニューになってます。これはね、あとそうね、あと何聞こうかなとかあったんですけどね。あ、そうそう。そう、なんか結構何でしたっけ。いい男の条件っていうのね、この間お話しさせていただいていて。うんうん。谷くんが考えるいい男っていうのはどんな男ですか？いい男の、いい男。いい男の条件。はい。忘れちゃった。そういう番組なの。え、何？嘘つかないとか。嘘つかない。はい。1位、嘘つかない。はい。ありがとうございます。はい。嘘つかないと、なんか、芯があって必死にやるとか、そんなこと言わなかったです。はい、うん、一応書いたとき、一応ね、打ち合わせしたときに書いておきましたけど、忘れちゃったけど、今パッと出てくるのが、なんかそんな感じですね。じゃ一番、なんだっけ、一番。のことを覚えときたんですけど。ですよね、まあ、アドリブで全然変えていただいていいんですけど、まあ、いえ、一応は嘘つかないでしたっけ、さっき言ったの。嘘つかないはもう本当に絶対条件ですね。はい、それはなんでですか、嘘つかないは。なんか嫌じゃないですか。うんうん、嘘つくと、嘘つく男、うん、うん、なんか男としてやっぱ気持ち悪い、うん、うん、だからなんか、うん、信じれなくなっちゃうかなと思って、嘘つくのと。よくわかります、うんうん、うんうん、なんかよくなんか不倫とかしてる男の人を見るとどう思うんですか？あ、私ダメですね。友達になれない、まず何だろう、なれないですね、はい、でもなんかうん。こう周りでも不倫してる人とか浮気してる、うん、まあ、男の人でも女の人でもそうですけども、はい、いると友達としてもなんかいつかこいつ裏切るんじゃないかなっていうような接し方になっちゃうんで、うん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 、よくわかります。私も全く同意見で、まあ、そういうことする方は私のことも裏切る気がするんで、なんか結局なんか人間関係だから、ね、結局男とか女とか関係なく、誰かに平気で嘘つける方ってことだからっていうことですね、きっと谷さん、はい、谷君も、ね、なんかイメージとしては、そうですよね、はい、全く同意見で、もちろん、あんまりジャッジしちゃいけないとは分かってるんですけど、なんていうか、人としてそれをね、どうこうとか言っちゃいけないことだし、その人の人生だから、うん、そういう生き方でどうぞと思うんだけど、あんまり仲良くできないかも、私も、うん、そんなにはね。なんか、ちょっと身構えちゃうところもあって。うんうん、うん、まあ、もちろん、いろいろ知ってて、他にいいところがあったら、楽しく、会話はできると思うの。そうそう。そこでなんか、すごい、あなたってとかは言わないけど、ちょっとだけね、ちょっとなんか感じちゃう。まあね。難しいと。でも、それは、ね、谷くんがほら、家族を思ってて、いつも、家族を大事に思ってるからこその正義感だと思うので、なんかね、うん、大事な部分ですよね。うん、ここは大事にしてますね。うん、そうですよね。はい、あと、なんだっけ、さっき言ってた、芯がしっかり。これはどんな意味で芯がしっかりでしょうかね。いい男ですよね。なんかこう、自分の考えをしっかり持って、まあ、それが芯がしっかりしてるってことなんですけども、うん。うん、なんか、流されちゃうと、うんうん。流されるのがいけないわけじゃないんですけど、だけど、はい、あんまりこう、
その場しのぎでこう発言をするような感じで、あの、うん、ここの時の自分とこの時の自分が全然違ってやると、まあ、どういう人なんだろうってなんかよく分からなくなっちゃうかなって、はい、うんうん、やっぱりなんか意見がいつも一貫してる方がいいですよね。そうですね、はい、うんうんうん、そういう感じかな。なんかごめんなさい、うまく言えないですけども、うん、あの私もちょっとね、男じゃないから分からないんだけど、うん、なんだろう、男の人って基本なんとなく俺は思ったことなんですけど、なんか男はこうあるべきっていうなんか美学をみんな持ってらっしゃいますよね、割と。まあ、全員じゃないかもしれないんですけど、男、俺も男だっていう意識が多分小さい時からあって、それなりに年を重ねていくにあたり、男としてどう生きるかっていうのがなんとなくこう成長とともに自分を作っていかれたりしませんか？どんな感じですか？そういうのありません？どうだろうな。うん。全員じゃないと思ったけどね。うん、なんかうん、うん、昔自分はどちらかというとこう体も小さかったし、はい、あんまり強く言えないし、うん、っていうのもあって、なんかそれが嫌だったんですかね。だからなんかしっかりしたいなって思って、こう芯が強くなりたいとか思ってるのかもしれないですね。だからなんか成長して変わってきたなっていうところはすごいですけど、昔を思うと、はい、ちょっと変わった。ちょっとごめんなさい、うまく答えれないですけど。うん、なんかね、谷君はすごくしっかりしてる感じがすごいして、なんか自分お持ちだなと思ってたんですよね、最初の時から。でなんかこう、お話しすると、こうなんか、はっきりとこうご自身の考えがある感じがお見受けしたんですけど、じゃあ、もしかしたら、ちょっと幼少時とか若い頃は、割とこう、ちょっと弱いっていうか、ちょっとシャイな自分とかがあったっていう感じなんですかね。だからこそ、なんかこう、強くなりたいって思われて、こう、自分なりにこう、なんか工夫努力をされてきたっていう感じですかね。あ、そうですね。そんな感じですね。いいですね。なんかそう、男の人ってよく歴史上の人物に憧れたりね、わかんないけど、なんか、何か見たくなりたいみたいな感じで、なんかすごく、なんか、そういうところが、なんかこう、自分の理想とする男性像がなんかあって、なんかそれみたいになりたいみたいなのがあるのかなと思ったりしたんですよね。なんか、うちの旦那さんも俺は侍とか言っちゃって、なんかそう、なんかなんだっけ、なんか歴史上の人物の、誰だっけな、名前忘れちゃったけど、好きな人物がいて、なんか、そう、そのなんか人物のことをよく話したりとか、うん。やっぱりそういう、なんか本を読むと、うん。五輪の書を書いた、何でしたっけ忘れちゃった。わかんない。なんか人物とか、あとなんだっけ、明治維新の頃の、誰だっけな、また忘れちゃった。はい、なんか、まあ、なんかそういうのを、なんかすごい好きみたいでね。まあなんか、そう。で、やっぱりそういうなんか男っぽい感じの、なんか人物像をすごくよく話してくれるので、なんか、ああ、ね、やっぱそういうなんか男の人には男のなんか美学っていうのが、なんかそういう、まあなんか、歴史上の人物とか本とか読んだりね、まあ、いろんな映画を見ていろいろあると思うんですけど、なんかこう形成されていくのかなとちょっと思ったりしたりしました。そうでしたけど。あ、そう、3つ目まで言ってなかったんですけど、3つ目は何でしたか？何って言ったかな。あ、でもね、3つ目はなんかほぼほぼ被ってるんですけど、はい、なんかちょっと字が汚くて読めない。あ、周りを大切にするって書いてありましたね。周りを大切にする。周りを大切にする。周りの人をね、大切にする人。あ、聞こえますか？固まってる？だいぶ止まってましたね。あの、周りの人を大切にする人って書いてあります。ああ。うん。ま、なんか、多分、谷君がこう、なんだろう、家族を大事にしたり、うん、なんか、友達を大切にしたりとか、多分そういうのを多分その時おっしゃったんじゃないかなと。そうですね。うん、いい男の条件3ついただいております。はい。はい、ありがとうございます。はい。だいぶ記憶がなくなってましたね。大切に欲しいですね。家族もそうだし、友達もそうだし、仕事仲間もそうだし、
谷さんは本当にね、なんか家庭的な、なんか印象の男性だなっていう感じがして、なんかこう結婚してよかったなって思ってる、あの、幸せなパパの一人だと思うんですけど、なんかそういうふうな幸せななんか家庭を築く、円満な家庭を築くなんかコツとか何かありますか？なんか、気をつけてることかわかんないけど、なんか、どうしたらそうなるんでしょうか？谷くんみたいな。家族大好き、ね、なんか、僕は子煩悩で、なんてね、なんか、笑顔で言えるような、なんか、感じだから。もう、それこそ、それがもう真実だと本当にわかるので。子供とは、まあ、スキンシップは大切にしてますね。話したりだとか。ちょっとこう、いじったりとか。ああそうですね、はい。で、あの、怒ることは怒るし、まあ怒るとか叱ることは叱るし、だけど楽しむところは楽しんだりだとか、はい。で、同じ空間にできるだけいたいんで、はい。あの、家は基本的に我が家は、あの、みんな起きてるときは全員リビングにいるんで、リビング、はい。だから、あの、子供の部屋一応作ってあるんですけども、寝るだけの部屋ですね。ベッドだけ置いて、普段はずっとリビングで家族4人一緒にいるとか。じゃあ常に家族団らんの状態ですね。そうですね。ずっと一緒にいますね。はい、で同じテレビを親子別々じゃなく、同じテレビを見て、一緒に笑って、なんか、ご飯食べて、おやつ食べてっていう感じなのがね、ほぼほぼずっと、べったりしてる感じです、家族が。そうですね。素晴らしい。それいいですね。いるのと、あとは、心がけてるのは、心がけてるのも、これも癖なんですけど、あの、はい、お礼をしっかり言うっていうのをね、は、あの、お子さんにそうだし、あと人間的にそういう風になってほしいなっていうのもあって、例えばこう、あの、なんか、コンビニでもスーパーでも物買いに行ったときに、はい、大体店員の人がありがとうございましたっていうのが普通なんですけども、はい、うちは絶対こちら側も言うっていうのが、はい、なんか私それ昔もしてて、やってもらって、ピッて渡された、ありがとうございましたって言って帰ったとか、ご飯食べに行って、食べ終わった後に店員さんにごちそうさまって言ってから帰りなさいっていうのを言ってるとか、お父様が礼儀正しいそうですね、そうするとなんか家でもなんかそういう会話で、何かが、会話が成立してくるんで、そう思う。やっぱり、親がそういうことをしてたら、子供もそれを見て成長するから、あ、お父さんが今、あの、出るとき、ありがとうって私も言わなきゃってなりますよね、お子さんもね。あ、そうですね。はい。勝手に最近そんな言ってくる。でも本当、ダニ君は本当、礼儀正しい感じしますもんね、本当ね。礼儀正しい感じがいい。感じがいい、本当に、なんだろう。明るいし、なんか、あの、いつも笑ってる感じがして、ね、いつもなんか、そう、いつもスマイルですもんね。なんか、そう。すごい、なんかいいんですよ。なんか、すごく、あの、心地いいです。見てるのが心地いい、本当に。いいと思います。なるほどね。はい。ありがとうございます。あの、そろそろ時間なので、まあ、あの、ね、次のゲストの方、ちょっとお電話いただき、まあ、出れるかちょっとわかんないけど、やってみていただいてもいいですか？ちょっと電話していいですか？お願いします。このまま電話していいですか？はい、お願いします。出てくれるかな？はい、辻です。こんばんは。こんばんは。谷口です。はい。今大丈夫？いいですよ。今ね、あの、みゆきさんと話してんだけど。はい。なんか硬い感じみたい。最短でごめん話。え、今なんか結婚式なの？うん。ごめんね、席外してもらっちゃって。いいよ、うん、いいよ、いいよ。うん。あの、オーストラリアにいるみよきさんと話してて、はい。うん。で、来週のこの時間に、次回、辻さんをゲストで来てほしいんだけど。はい。ぜひぜひ。いい？いいですね。じゃあ、甘えても、甘えてもいいかな？
それでも甘えてもいいかな。いいとも。いいともいただきました。ありがとうございます。恐れ入ります。ありがとうございます。じゃあ、来週よろしくお願いしますということでね。ありがとうございます。はい、結婚式の最中にありがとうございます。またちょっと、どっかで電話させてもらうね。わかりました。はい、ごめんね。はい、はい。はい、ありがとうございます。次来られるゲストの方、どんな方になりますか？次はですね、私の、はい、どれくらい前だろう、10年ちょっと前ぐらいに野球やってる時の、はい、友人で、年は私と同級生です。はい、で野球通りで知り合ったけども、本当に男気があって、はい、男っていう字と愛っていう字があったら、なんて読みますかって言ったら、辻大輔って言いたいぐらい、男気の愛にあふれた男なんで。はい、男と愛ってもうなんかそういうイメージなんですね。もう完全に彼ですね、はい、男と愛といったら。へえ、すごい、でも楽しみですね、またね、それはそれでなんかね。大事なところで音がまたごめんなさい。はい、大事なところは音が途切れちゃうんです、すいません。楽しみにね、またさせていただきますね。本当にね、こういうご縁でね、こういうご縁がなければ私もほら、まず谷くんとも知り合ってないし、ね、次の鈴木さんにも出会うことがないので、なんか本当に面白いことになってますよね。いい出会いでした。ね、まあ、いつかまた、いい男図鑑コレクションでね、なんかこう、また、東京ドームにお呼びしてね、いつかね。あ、なんかぜひお願いします。それでみんな、何万人とかの前でね、何万人とかの前でいい男について語る会とかやりたいですね。そうそう、ファンがいっぱいできてね、こう何万人もいるから、忙しいです、もう、みんなの顔ついた T シャツとかみんな買ってるはずですから、その人もね。アイドルでもそこまで言うと。そうですよ、もうそうなりますよ。いい男好きアイドルとして、まあ、もしかしたらね、踊ってるかもしれませんね、東京ドームで。どうしましょう、忙しいですね、人生何が起こるか分かりませんね。そうですね、お願いします。ね、やっぱ選ばれた男ですから、これね、やっぱりできるのはね。はい。でも本当ね、谷君すごい笑顔が素敵でね、なんか、多分見てる方もそうだと思うんですけど、すごいリラックスしてるんですよ。まあ、私も多分リラックス派なんですけど、なんか、多分似た感じっていうか、なんか二人ともこういつもなんかただ笑ってるだけで、そうですね。なんか感じっていうか、中身にそんな私も気にしてないっていうか、なんか楽しかったらいいかなみたいな感じで、今日は、なんか、谷君と笑えればいいかなぐらいな感じでここに来ましたので、ありがとうございます。でも結構いいこと言ってますよ。女性陣もなんか、年下夫いいなとなんかね、ちょっと、また新たなね、なんか、理想の男性像が、見てた方もまた、これからね、見る方もたくさんいるので、きっとこれから年下夫がいいかしら、なんていう女性が増え続けるかもしれません。谷くんのおかげでね。そうです。やっぱ若いし、そう、長生きしてくれるから、いいですよね、年下夫はね。あ、そうですね。はい、長生きですから。の先に、先に、ね、男性の方先に行っちゃいますんで。でも定年もほら遅いから自分よりだからずっと働いてくれるし、なんか助かりますよ。若いから。そうですね。はい。今晩はね、まあ、こんな感じでのライブでございましたけれども、本当にありがとうございました。まあ、初めてのね、こういうライブだったかと思うんですが、いかがでしたか、今日は。いや、はじめ、多分なんかやる前もっと緊張するかなと思ったんですけども、何にしてもこう、スタート前に、全然私が接続ができなくて、皆さん30分もお待たせしてしまって、そこからスタートしたんで、もう緊張も何もなくなってしまって、ご迷惑をおかけしましたけども、その分リラックスして、楽しくお話できましたんで、本当によかったです。ああ、よかったです。そう、今回このね、ストリームヤードって結局ほら、なんか新しい最近のサービスでね、なかなか接続がちょっと難しくてね、ちょっと、この谷くんがすごいテンパってる姿をね、ずっと私も今日見てて、私なんかもう谷くんがテンパってる姿見て笑ってずっと何もしないでいたから、なんか結局なんか、全然ね、ことが進まなくてね、私なんか、お客さんとメールしたり、なんか違うことしてたりしてね、なんか谷くん一人で頑張ってたっていう、なんか、すいません。
もうなんかね、あの最後分かってよかったっていうね、よかった感じですね。また最後にね、メッセージが入ったのでね、ちょっと、年下夫いいですよ、ありがとうございましたということでね、もうこれ見たね、今、独身の美女たちがね、ああ、やっぱり年下ね、なんて言ってね、みんなターゲットをちょっと下の方に、ターゲットをね、ちょっと変更するんじゃないでしょうかね。下にやるといいですよ。ね、あの、ね、まあ、幸せにね、みんなでなっていきましょうね。あの、こういう明るくてね、いつもニコニコしてるね、旦那さんがいいんじゃないかな、やっぱりね。あの、ご家庭が明るいっていうのがね、すごく伝わってまいりました。で、きっとね、あの、お子さんもすごく可愛がられててね、ほんと仲いいんだろうな、ご家族みんなっていうね、なんか感じがして。ね、すごい好印象、ね、好青年でしたね、今日はね。楽しかったね。はい。はい、こちらこそ本当にありがとうございます。あの、またね、いろんな形で呼び出すと思うので、あの、よろしくお願いします。聞こえた？聞こえた？いろんな形でまたね、お呼びしたいと思ってますのでね。東京ドームとかね。音がまた飛び出ちゃった。大丈夫です。あの、また、はい。またいろいろな形でですね、いろんなイベントにね、はい。また、いい男図鑑写真集とか、いろんなイベントがね、今後、ものすごいこれ、あの、有名になっちゃいますから、そんな時には、あの、ね、エントリーナンバー4ということでね、あの、もう、はい、あの、ずっとそのポジションは、あの、谷くんですので、ナンバー4はね、そんな感じで今後も、はい、4番ですけど、よろしくお願いいたしますね。はい、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。今夜はこの辺でね、皆さん失礼したいと思います。あの、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。